モザイクかかってしまうかもしれない。確かに。あいつには負けられない。じゃあちょっとあのシステマだとこの人に乗っかってもらうという練習があるんですか。一応あるはあって、まあマッサージという名目であるんですけども。マッサージで人が乗るっていうことですか。はい、そうです。こういう乗り方っていうことですか。とりあえずまたチケットお願いしてもいいですか。じゃあ二通り乗り方があって、はいはい、うつ伏せになっていただいて、うつ伏せ、はい、うん、で手を横にしまって、一応、まあ、こういう乗り方ですね。あ、はい、こうやって骨盤、はい、こういう感じですね。あ、はい、で背骨を伸ばしていくような。そうです、はい、こうやってストレッチしてあげるっていう、そういうやり方があって、はい、ずっとやるんですか。これ僕やりませんよね。呼ばないでください。危ない危ない危ない。これやばいです。じゃあ一応あの手を添えて、あ、はい、あ、すいません。そうでした。ちょっと左足がちょっと怖いんで、右足から乗る、右足こっちに乗って感じです。はい、そうですね。そうですね。来る途中で、最近ね、戦国に新しいラーメン屋ができまして、ミシュランの一つ星をもらったところのチェーンの系列店なんですよ。はい。そこが家系のラーメン屋を出して、すごい行列なんですよ。はい。だけど今日来る途中、たまたま行列なかったんですよ。あ、じゃあ、吸い寄せられてしまいました。行ってしまったんです。じゃあこちらに。そうそう。あれですか。モザイクかかってしまうかもしれない。あ、そうです。確かに。そこなんとか対局しましょう。うちの奥さんと一緒だったんですけども、食べてから今日ジャンさんとだよね。先に言えよと。お願いします。いやじゃあちょっとこっちで入っていきましょうか。すいません、こっちなんか大体この辺でしょうか。そうですね、はい、はい、いや僕がこれはですね、ちょっとはい、そうですね、こっちもいいですか。ゆっくり徐々にいきます。いきます。はい。うわ。これで今両足乗ってます。息できます？乗ってます。もう無理って言えないじゃないですか。ありがとうございます。はい、乗ります。はい、す。すごい。ああ。すごすぎです。全然顔が真っ赤でもなく、あの普通にされてるんですけど、これは、はい、きつくなかったですか。ほぐれました。ほぐれました。220キロ乗ってすごいっすね。いや、多分殺人級だと思うんですよ、僕の。いや、うん、本来ならば。意外に良かった。意外に良かった。これちょうどいいぐらい、気持ちいいぐらいでした。はい、もうなんかすごいね、はい、鳴らされましたね。すごいっすね。いや、めちゃくちゃびっくりします、自分も。じゃあちょっとあともう一個最後に試したいのがあって、はい、福地さんあれ何秒でしたっけ。あのお腹に乗るやつですか。あいつには負けられない。10秒ぐらいだったと思います。10秒ですか。はい。じゃあ試します。いやー、え、ま、え、じゃあ、次はまたサポートをお願いします。いや、マジですか。あの、片足でこうやってですね、はい、乗ってたんですけど、片足だからな、どうなってんの。ただ、一応ですね、あの、福地さんも最初から生の足ではなく、うん、一応、あの、練習で、あの、スポンジをこうかまして、はい、一回どんなものなのかっていうのを一回試しながらやったんですけども、うん、もう最初からいきなりますさすがですね。10秒か。そうなんだろうな。ここですよね。はい、うん。ラーメン見たくないですけど。ラーメン。東京でやったら。あのよくあるキラキラなやつですね。そうそう。エフェクトの。そしたら何秒ぐらいにいたしましょうか。タプスまで。あ、タプスまで。はい。じゃあ数も。はい。解除お願いします。はい。あ、じゃあカウント1、2、3、4。ちょっとシステマ式で腹筋をちょっと締める焼き方があるんですけど。あ、わかりました。持つのも結構大変なんですよ、実は。どの辺
では、行きます。乗ります。徐々に行きます。はい。していただけるなんて。秘策ありますよね。相撲の技術を使います。いきますよ。